これまでの二次プロジェクトの時からのこの期間を通して優を探しに行くっていうコンセプトで、20もそうなんですけど、私自身の中にある優だったりとか、それを探しに行ってようやく会えたよっていうコンセプトです。紺の衣装の方はマリンスタイルで撮影したんですけど、こう遠くを見てる感じのポーズだったりとか、なんか見つけたとかそういうポーズをしながら、あの船に乗ってみんなで撮影しました。やっぱり初めてのライブということなので、なんかやっぱり今までお会いできてなかった WiZiU の皆さんに会いに行くということなので、たくさん愛をくださる WiZiU のもとに行って、自分たちの居場所を見つけに行くというイメージかなって今思いました。 WiZiU に慣れたっていうことがすごく大きな宝物になったので、20と、また私たち20、みんなにメンバーに出会えたこともそうですし、自分もこうやってメンバーに入れたことが、こう、私にとってのすごく見つけたかった、ずっと探してたものなんじゃないかなって思います。1個目は二次プロジェクトをテーマにした、なんか懐かしいコンセプトだったんですけど、今着てるのが、この白のルックなんですけど、じゃじゃーん。これはですね、あの形は多分見覚えあると思うんですよ。私たちが二次プロジェクトの時にプロフィール写真を撮ったと思うんですけど、そのプロフィール写真の衣装と一緒なんですよ。その、まあ、見た目は違いますけど、その二次プロジェクトの時からの私たちとはまた違った、こう成長した姿をこうお見せするという感じのコンセプトです。そのスター性評価の時に使ったラケットだったり、レモンとかドラムとか、そういうものをいっぱい使ってて、うわ懐かしいと思いながら、今回はこうやって真っ白ホワイトで、でまたちょっとバージョンアップしたこの一人一人こうキラキラしたアクセサリーにつけて見比べるのも楽しいんじゃないかなと思います。そうですね、なんか二次プロジェクトの時はシンプルにブレザーとかだったんですけど、今回はちょっと初めてこういうキラキラをつけた感じの衣装になってて、こういうの初めてでしたし、なんかメンバーもみんな一人一人その衣装によって違くてカスタマイズされてるので、そこがすごく変わって注目ポイントなのかなと思いました。私ベストとかすごく好きなので、このシンプルなベストを着て、やっぱこのキラキラですよね。当時はなかったキラキラが今は追加。これは追加されてるんですよ。本当はこれなかったんですけど、追加されてて、なんかすごくキラキラつけてもいいんだなって。お気に入りポイントです。マヤがすごい写真撮るのが好きで、新しい一面っていうかよりかは、最近マヤがすごいなんかエモい写真撮るのにハマったらしくて、もうどんな時でもなんか携帯のアプリのフィルムカメラですごい写真を撮っているっていう新しい一面を発見しました。ミーヒがなんかどうしちゃったのっていうくらい、なんかすごく明るくて、最近なんかもともと明るかったんですけど、なんか最近さらになんか増してて、なんかメンバーで一番うるさいんじゃないかレベルにうるさくて、まあ楽しいんですけど、こう一人で盛り上がってるタイプなので、その姿を見て微笑ましいなって思ってます。あのグッズをみんなでもっとデザインしてる時に、本当にみんな絵が上手で、でも本当に開花したのが私的には彩香なんじゃないかなって思ってて、その彩香が風景画をちょっと休み時間に書いてて、でちょこちょこマヤと私でちょっとアドバイスをしながら、本当にもうふるさとっていうテーマに合った絵を描いたんですよ。ですごく遠近法で川もこう手前が大きくて、どんどんこう細くなっていく川だったりとか、夕焼けの、まあ、5時頃でちょっとオレンジっぽいお空をちょっとぼかして描いたりとかしてて、本当にめちゃくちゃ感動した最近の絵です。本当にびっくりしました。彩香にも絵の才能があるんです。はい。
私今までニーナと同じルームメイトになったことがなかったんですよね。で今回韓国に来てルームメイトがこう変わってニーナと初めて2人部屋になったんですよ。で普通普段メンバー同士朝喋らないんですよ。朝はもうみんなもう分かってる空気感というか誰もあまり喋りかけないんですけど、あのニーナって朝からすっごいテンション高いんですよね。もうめっちゃ喋りかけてくるし、なんならもうなんか見せたかった動画とか見せてくるしとか、そんな感じで結構ハイテンションなんですよ。それは新しい発見で、私も意外と朝ハイテンションいけるなってことも自分の発見をしました。なので2人で音楽かけながらわーわー叫びながら準備してます。なんか内面的にも結構私がもともと自分の悩みとかを人に伝えるのが苦手だったり、なんか自分で解決しちゃう癖があったんですけど、やっぱりこうやってニジプロジェクトを通していろんな子と一緒に暮らして、一緒に夢に向かって頑張っていって、なんか初めてその自分の悩みを共感できる人ができて、でそこからはなんか自分のことをもっと周りの子に話せるようになったり しましたね。でやっぱメンバーっていうすごい家族とも友達とも違う大切な存在ができたので、なんかもっとなんか人との出会いも大切だなってすごい思いましたし、本当にメンバーから学ぶこともいっぱいありましたね。本当に二次プロジェクトから一回り二回り成長したんじゃないかなって思います。今この衣装を着てすごい一番パッて思い浮かんだのが、本当にそのプロフィール写真を撮るときに私がすっごい緊張してて、で私の前に撮ってたメンバーとかがもうみんな上手でこうパッパッとこうかっこよくポージングをしていくんですよ。それを見て私はもう本当に今までずっと写真を撮ってもらうっていう機会がなかったので、本当にピースしかできないぐらいの人だったんですよ。なんですけどやっぱりこう経験を重ねていって、今ではちょっとはまあなるべくこうポージングを考えられるようにはなったかなと思うので、その時の記憶が一番なんかこの衣装を着たからこそ思い浮かぶなんか思い出だなと思うので、そこが成長しちょっとはできたんじゃないかなって思います。やっぱりなんか今思うと、まあ、あの頃も多分私は全然緊張しないとか言ってたんですけど、やっぱりこうなんかこういう MD 撮影とかになるとすごいなんかどうしようってあたふたしてたし、なんか余裕がなかったんですけど、最近はこうなんかやっぱりもう何回も重ねてきたので余裕もできて、すごい撮影を心から楽しめてるなっていう部分ですごい成長したんじゃないかなって思います。やっぱり私二次プロジェクトの自分を今でもこう動画を見返したりすると、見てるこっちが不安なんですよ。すごくなんかこっちまで緊張しちゃうんですよね。もう今なんてもうずっとみたいな感じで、もう第一ミッションのハニーの時になんか こういう振りがあったんですよね。ボーイティマザーメンナイムシキャスって言うんですけど、あそこのところにファンの皆さんが発見したらしいんですけど、こうやってめっちゃ震えてるんですよ。しかもクテールチョンゴの時もこんなんなんですよ。見返してみたら本当に震えてるんです。それを見て私はこんなに緊張すると思って本当に面白かったんですよね。なので私本当に、まあ、緊張も全然まだするんですけど、もうここまで明らかには震えなくなったんじゃないかなと思います。これは本当に成長、もうちょっと皆様を安心して私たちのパフォーマンスを見ていただけるように、これからも緊張せずに頑張りたいと思います。たくさんあるんですけど、まあ、一番は自分に自信がついたことかなと思っていて、まあ、今でも本当に自信なくなる時ももちろんあるんですけど、前ほどではないんですよ全然。なんか昔だと本当にこの頭の中で描いてる自分っているじゃないですか。それとこう実際にできてる自分 その差がすっごい激しくて、すっごい落ち込むことが多かったんですけど、なんかある程度その自分の実力とかを知ってから、そして改善していこうっていうなんか思考に変わったおかげで、何をするにも結構本当に楽しくできるようになったかなと思います。自信持てるようになったきっかけは、もう本当にニジプロの時に第3ミッションでそのまこちゃんから
もう自分の殻を破りなよって言われた時がもう本当にそうですし、まあ、そこから褒められることによって自信がついて、まあ、練習したら自分に自信持てるんだなってすごい思ったので、本当にでもメンバーにもうマイクはもっと自信持ちなよってすっごい言われたので、メンバーのおかげがほとんどですね。 90% ぐらいメンバーのおかげです。素晴らしい。今回初めてこうやってツアーを行うことになって、こうやって20みんなで乗った船でこうやって進んでいこうっていう意味が込められていて、本当になんか全員で撮ったショットがあるんですけど、もうなんかその時にすごいなんかツアーのこと考えたりとかして、もうなんか勝手に鳥肌立ってて、あー早くやりたいな、始まってほしいなっていう思いがすごい込み上がってきましたね。最近結構練習もツアーに向けて少しずつ始まっていって、いざこうやってもうツアーですってなると、あどうしようどうしようってちょっと震えますね。不安よりも楽しみの方が大きいんですけど、なんか本当に初めてのことだらけなので、もうなんかワクワクドキドキって感じです。